こんにちは、こんばんは、おはようございます。じゃじゃーん。今日はブルーハワイ、海じゃなしにちょっと花のイメージをブルーにしてますけども、ハワイのアロハシャツイメージで、私のちょっとモチーフである蝶、たくさんの蝶が楽しく舞ってるという絵です。何の意味もないんですけど、たくさんの蝶々がこう楽しくこう飛んでるという、飾るだけでも明るくていいんじゃないのかなと思って描いたんですけども、たくさんちょっと絵を描きすぎて溜まってきましたので、早いもの順でまたご連絡いただいた方にはこちらの絵プレゼントいたします。富士山の絵、別のアップで出してますけど、富士山に点々で無事ということで、皆様の無事を祈るという絵を見ていただいている方の中で声かけていただいた方にたくさんプレゼントしたんですけど、今回はもう1点しかございませんので、蝶々の絵、青い花がついてる蝶々の絵、ハワイ風、YouTube で見ましたよという方で言っていただいたら、もう早い方1点になるんですけど、こちらの絵プレゼントしますので、持って絵をちょっと送ったりとかするの私怖いんで、持っていきますので、姫路市内、姫路、阿光から加古川、阿光市から加古川市限定で、ご連絡、住所を教えていただいた方には持っていきますので、私以前日光で絵を買った時に、日光から運送会社で絵を運んでもらうということをしたんですけど、絵を荷物がバーンとぶつかって、その絵に傷がついてしまったという経験がありまして、それはたまたまベニヤ板にペンキで描いたいう絵だったので、その実装がなかったから別にもいいですよということで話はしたんですけど、キャンバスなんで今度荷物がぶつかると破れてしまいますんで、限定お一人様、こちらの、僕の勝手なブルーハワイ、ブルーハワイイメージの蝶々の絵、いつも YouTube アップさせていただいて、いろいろな方に見ていただいてるんで、まあ、キャンペーンとして、こちら1点だけですけども、今回プレゼントさせていただきます。ちなみに今日は11月6日ですね。11月6日、多分連絡早い方でもなくなってしまうとは思うんですけども、公開抽選というか、そういう形は用を取ることもできないですし、どなたにプレゼントするかということは、プライバシーの問題もあるんで発表もできないんですけど、お一人の方に間違いなくこちら、額なしで、この状態で飾ってもらえますので、もう額なしのこの状態でプレゼント、宅配、私自らさせていただきますので、もしまたこういう絵を、F35 の大きさなんで、割と1、2、3、例えばちょっと 60センチ強あるんで、ちょっとこれぐらい飾れるスペースのお部屋、ちょっと普通の壁でもちょっと開けていただいたら飾れると思いますので、額に入れてないんで軽いので、ボードでも飾っていただくことは可能だと思います。今はこれちょっと上からワイヤーで吊ってるんですけども、まあ額にもし入れて飾られるんであれば、こういう展示用のワイヤーレールと上にレール走らせてワイヤーと吊って飾られるか、もうしっかり後ろに柱か、ベニヤ板とか下地が入っているところにビスを打って止めないと
額に入れて絵を飾る場合は落ちたりしますんで、あの床を傷つけたりしますんでね、あのその点はちょっと気をつけていただきたいんですけど、いつもあのご視聴いただいている皆様のために、まあ大したもんではございませんが、この1点、本日プレゼントということで、あの本日から早い一番最初に声をかけていただいた方、まあ、メッセージで送っていただいた方にプレゼントいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。